フォードモデル A。フォードモデル A は、フォードモーターカンパニーが大成功を収めた先代のモデル T の後に市場に投入した自動車の車種である。18年間生産された全車種のモデル T にとって、変わり、1927年10月20日に生産が開始され、発売されたのは12月2日のことだった。1928年モデルとして発売された、この新型モデル A には、 4つの標準色が用意されていた。この車種はヨーロッパでも販売されたが、その後、次第にフォードモデル Y などの現地開発の車種にとって変わられた。1929年2月4日には100万台目、7月24日には200万台目のモデル A が販売された。500ベドルの2ドアから1200ベドルのデュアルカウル付きのタウンカーまで、 様々なボディスタイルの種類が存在した。1930年3月、販売台数が300万台に達したモデル A には、9種類のボディスタイルが用意されていた。全ボディタイプで4858,644台が作られたモデル A は、1932年3月に生産終了した。直列4気筒エンジンを搭載したモデル B と、 高度の新型フラットヘッド V8 エンジンを搭載したモデル18が後継車種となった。モデル A の価格はロードスターの385ベイドルから最高グレードであるタウンカーの1400ベイドルの範囲で水冷式 L 型ヘッド直列4気筒エンジンの排気量は201 u インだった。このエンジンの最高出力は 40A 馬力、最高速度は 約65マイルパーアワーだった。モデル A のホイールベースは103.5インチ、周駆動機減速比は3.771であった。トランスミッションは従来型の非同期式三足スライドギアマニュアルで、交退は一足であった。モデル A は4輪に機械式、ドラムブレーキを備えていた。1930年及び1931年のモデルには、 ステンレス製のラジエーターカウリングとヘッドランプ、ハウジングが用意されていた。モデル A には、クーペ、ビジネスクーペ、スポーツクーペ、ロードスタークーペ、コンバーチブルカブリオレ、コンバーチブルセダン、フェートン、2ドアセダン、タウンカー、4ドアセダン、ビクトリア、タウンセダン、ステーションワゴン、タクシー、トラック、商用車など、様々なボディスタイルが存在した。非常に希少だった。 スペシャルクーペの生産は1928年3月頃から開始され1929年半ばに終了した。モデル A は従来型のクラッチペダル、ブレーキペダル、スロットル、ギアシフトなどの標準的なドライバーコントロールを採用した初のフォード車だった。それまでのフォード車は他メーカーのドライバーにとっては珍しい操作機構を採用していたのである。 モデル A の燃料タンクはエンジンルームの防火壁とダッシュパネルの間のカウルの中に置かれており、目視可能な燃料系も存在した。燃料は重力によってキャブレターに供給された。バックミラーはオプション装備だった。寒冷地域ではカスタムパーツでエキゾーストマニホールドの上に設置する中鉄製のユニットを購入し、キャブレターに熱を供給することができ、 小さなドアでキャブレターに向かう熱量を調整することが可能だった。モデル A はフロントガラスに安全ガラスを採用した最初の自動車である。1932年から1936年にかけてフォードとソ連の合弁事業として創業したガズによってライセンス生産が行われ、第二次世界大戦初期にソ連の偵察車として使用された。 Fire b a 二0走行車のベースとなった。フォードはアメリカ本国の他にアルゼンチン、カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、日本、イギリスの工場でモデル A を生産していた。ヨーロッパではエンジンの大きさに応じて課税する国があり、イギリスフォードはより排気量の小さな 2043cc のエンジンを搭載したモデル A を製造し、28、 英馬力の出力を歌っていた。しかし、これは、イギリスの税制上では14.9英馬力との比較に該当し、イギリスでは、毎年、課税上の1馬力につき1ポンドという超圧的な自動車税が課された。そのため、維持費用が高価で、量産するには不経済であり、新たに開拓された、大衆市場での競争力にかけ、かといって、高級車市場で勝負するには、 力不足であった。ヨーロッパで製造されたモデル A は、イギリスやドイツでは、商業的成功を収めることができず、より小型の後継モデルが求められた。1910年代半ばから1920年代初頭にかけて、フォードモーターは、フォードモデル T によって、自動車市場を席巻していた。しかし、1920年代半ばになると、 ゼネラルモーターズを中心とする競合他社は、フォードのライン生産方式による大量生産システムに追いつき、より強力なエンジンや便利な新機能、スタイリングの重視などでフォードを凌駕するようになり、その優位性は失われていった。また、ヘンリー・フォードが不要と考えた、セルモーターなどの機能も、世の認識は徐々に贅沢品から必需品へと変化していった。フォードの営業担当者は、 この脅威を認識して、ヘンリーに対応するよう進めた。当初、ヘンリーは抵抗していたものの、モデル T のシェアの落ち込みによって、後継モデルの必要性を認めざるを得なくなった。この新型車の開発に着手することに同意した。彼は、機械的な部分に焦点を当て、彼が以前から強く支持していた、モデル T の生産システムにも採用された。 製造成功量設計と呼ばれる手法を採用した。最終的には成功させたものの、モデル A の開発にあたって解決しなければならない多くの問題があった。例えば、モデル T の生産システムでフォードが新たに発展させ、成功をもたらした薄板からの部品の型打ちは、耐久性の面からは最善の選択ではないと、ヘンリーは常に両義的な考えを抱いていたのである。 彼はモデル A をモデル T より単造品の割合を増やすことに決めていたが単造品の DFM の改善策はなかなか実用化されなかった。結局フォードの技術者たちはモデル A の生産コストによって小売価格が押し上げられることにならないようヘンリーを説得した。ヘンリーは自動車のスタイリングを軽視しておりモデル A のスタイリングを 息子のエドセル率いるチームに委ねた。彼は息子の方が多くの仕事をしたにもかかわらず、自らの手柄とした。モデル T の生産システムの硬直性が象徴するように、1920年代半ばから1930年代初めにかけて第一世代の大量生産の限界が明らかになった。それはフレキシブル生産システムの時代の到来を意味していた。 モデル A は最もありふれた車の一つであったため、当時のメディアにはよく登場した。今でもホビー専門店では、ストックカーやホットロットのモデルキットが販売されている。モデル A の中でも、特に有名な個体が存在する。緑と黒の1931年型に、ドアセダンであるミーイングリーンマシンは、1974年以来、 北テキサス大学のフットボール部の試合や特別行事の際に登場することが定番となっており、1980年代からは支援組織であるタロンズによって維持されている。1930年型のスポーツクーペラングリン、レックはジョージア工科大学の学生団体の公式マスコットでスポーツイベントや学生団体の行事の際に登場する。 1929年型ロードスターピックアップをジョージ・バリスが改造したアラートはオークランドロードスター賞でアメリカで最も美しいロードスターに2度選ばれた後映画やテレビに多数出演した1992年10月から1994年12月にかけてエクトル・ケベードは息子のウーゴと共にチリのプンター・レーナスにある自宅からミシガン州ディアボーンにある フォード本社まで1928年型モデル A を22000マイル走らせた。工程の間、この車はニカラグアでのパンクやトランスミッションの修理などを除き最低限の整備しか必要としなかった。現在はヘンリー・フォード博物館に所蔵されている。チャーリー・ライアンのホットロッドリンカームはモデル A の改造車を主題とした曲で初のリリース以来、 数度にわたってカバーされている。ありがとうございます。